やってきました、とろろ屋てるてる坊主。こちらね、静岡県藤枝市岡部町にあります。なんとなんと、こちらのとろろ屋さん、静岡県産のね、自然薯を使ったとろろ屋さんでございます。2024年度さんがね、今日から入荷ということで、11月12日から自然薯がね、なくなるまでの営業ということなんで、もうね、期間限定で美味しいとろろがね、食べれるお店でございます。しかもね、営業時間はね、11時から14時までということで、ランチ営業限定でございます。オープン15分ぐらい前に来たんでね、まだ誰もいませんけどね、2024年のとろろ一番乗りで食べに行きたいと思います。それでは入り口で並んで待ちます。メニュー出てます。岡部さん自然薯を使ったとろろ汁か。へえ、ご当地グルメだな、とろろ汁。お、いきなりすごいメニューがあります。数量限定、極上南マグロとろろ定食2000円。めっちゃいいじゃんこれ。希少な腹の部位だけを使った漬けとお刺身が両方楽しめますと。おお、いいねいいね。まだあるよ、とろろ定食1100円、魚のフライトとろろ定食1300円。これもいいね。豚の角煮ととろろ定食1400円、マグロの漬けととろろ定食1600円。お、これいいじゃん、牛カルビととろろ定食1800円、とろろそばとマグロの漬けセットだって1500円。あ、これもいいな、セレブとろろ定食1700円だって。豚の角煮漬けマグロデザート付きだって。あ、今日ね、ちょうどいいセレブがいるんです。ランチお姉さん連れてきましたんでね、ランチお姉さんこれ食べてもらおう。あとは生とろろ磯辺揚げだって4個600円。おお、うまそう、これも頼もう。あとテイクアウトでとろろ汁テイクアウトもできますと600円。はい、メニューはそんな感じね。よし、メニュー決まりましたよ。もうこれ、極上南マグロとろろ定食食べます。ランチお姉さんこれだね、セレブとろろ定食1700円ね。よしよし、今日はそんな感じでやっていきます。店内雰囲気はね、こんな感じ。おお、結構ね、オープンな感じのね、お店だね。テーブルがいっぱいあってね、こんなオープンな開放的な店内になっております。11時になりました、オープンでございます。さあ、店内行ってきます。もうオープンと同時にね、お客さんどんどん入ってくるよ。ほら、お昼のとろろ屋メニュー出てます。これこれ、極上南マグロとろろ定食2000円、限定10食頼みます。すべてのメニューにね、味噌汁小鉢漬物がついてるんだって。ご飯はおかわり無料なんだって。先ほども紹介したけどね、メニュー出てます。ランチお姉さんはこれ、セレブとろろ定食1700円、これ頼みます。あとね、生とろろ磯辺揚げも頼みたいと思います。はい、あとは飲み物ね、ノンアルビール焼酎とかね、日本酒ビール、ウーロン茶、コーラ、オレンジジュースがあります。お茶来たよ、岡部のお茶。うん、美味しい、色が濃くてね、美味しいお茶。布タイプのすごいね、とろろの効能っていうのはね、胃もたれを防いで食欲増進だって。あとね、疲労回復、スタミナ増強、血糖値の急上昇を抑える、生活習慣病の予防になる、便秘やむくみ解消効果もあるんだって。とろろを食べて元気いっぱいなんだって。最高です。はい、ありがとうございます。これが南マグロですね。そしてこれも南マグロの漬けになってますので、はい、わかりました。こちらは、ありがとうございます。ほら、来たよ、来たよ、これ。こちらが極上南マグロとろろ定食でございます。はい、お待たせいたしました。セレブ定
食でございます。ありがとうございます。セレブはあの最後にデザートがつきますのでタイミングでお越しください、まあ、はい、でご飯もおかわり無料ですので、はい、はい、ありがとうございます。南マグロに南マグロの漬け、小鉢、漬物がついてます。あ、これはお醤油がついてるね。はい、来たよ来たよ。こちらランチお姉さんのセレブとろろ定食でございます。ほら、豚の角煮に漬けマグロがついてます。あとはね、ほらほら、こちら生とろろ磯辺揚げも来ました。あー、こういう感じか。わさびと塩がついてるね。うまそうだな。さあ、それではいただきます。さあ、どうやって食べようかな。先に味噌汁飲みます。あ、めっちゃうまい。味噌のりがすごく効いてるね。とろろ汁、もうこういう感じね。おお、とろっとろじゃん。そのまま飲んでみます。うまっ。これも出汁が効いてね、味しっかりしてる。めちゃうまだ。やっぱぶっかけだよね。もういきなりぶっかけちゃおうかな。いきます。僕はご飯おかわり自由だけどね、ご飯おかわりしないんで全部ぶっかけちゃいました。さあ、そのまま食べてみます。うまい。熱々ご飯、自然薯のとろろね。うん、味が濃いね。さあ、お刺身に醤油ぶっかけ。さあ、南マグロ食べます。うん、まっ。確かに極上だこれ。脂乗ってる部分あるもん。とろだ、乗せちゃおう。これもとろだ。大トロみたいな感じ。南マグロを乗せてとろろご飯。うわ、やば、めちゃうま。マジでうまい。うん、究極のご馳走でございます。さあ、これ食べてみよう。生とろろ磯辺揚げ、ちょっと塩つけて食べてみるか。まんまとろろだ。わさび醤油つけてみよう。わさびたっぷり、うまい。はい、ランチお姉さんどうぞ。さあ、南マグロの漬け食べます。うまい、当然うまいね。もう漬けも乗せちゃおう全部。さあ、小鉢食べます。うまい。漬物、うまい。あー、味噌汁うまかった。さあ、漬けマグロとろろ丼いきます。一気食い。うまい。はい、完食。美味しかったな、うん、いい感じにお腹たまったね。ちょうどいいね。やっぱさ、いつも食べ過ぎだからさ、食べ過ぎるとさ、後半さ、味が分かんなくなっちゃうけどさ、ちゃんと一人前食べるとさ、最後まで美味しいね。最高のランチでした。ごちそうさまでした。と思ったら回ってきました。小食のランチお姉さんから3分の1ぐらい残してあります。食べかけ全部食べます。お、ほら角煮あるじゃん。角煮めっちゃしっかり煮てあるね。これ美味しそう。角煮いただきます。おお、うん、うまい。うん、よく煮えてます。あ、セレブとろろ定食のデザート来ました。デザートはランチお姉さん食べるみたいです。さあ、漬けマグロ、わさびもちょっと乗せてみようかな。さあ、漬物食べます。
うん、漬物うまい。磯辺揚げ今度角煮のタレで食べてみよう。甘くて美味しいから。あ、うまいうまい。マグロ漬けとろろ丼ラスト一気食い。あー、うまかった。結局腹パンパンになっちゃったな。ごちそうさまでした。いや、美味しかったね。でもやっぱいいね、自然薯とろろ最高だったよ。季節限定で美味しい自然薯とろろが食べれるお店だったんでね、やってきましたけど、すごく良かったです。ということで本日はね、静岡県藤枝市岡部町にありますね、とろろ屋てるてるポーズさんからでした。バイバイ。